こんばんは、矢野ピッピです。あ、マスク忘れた。マスク忘れました。今日はですね、一人じゃないんですよ。あの、友達が泊まりに来てるので、ちょっと今日はあの顔出し NG って言ってんで、声だけで出演してもらおうと思います。で、私たちあの同世代ですよね。それは友達だからなので、あのドラマランキングしたいと思います。じゃあちょっと無茶ぶりなんですけど、私からあの言いますね。ちなみにちょっと風呂上がりなんで髪と眉毛がありません。髪はあります。髪は濡れて眉毛はありません、ね、あ、そうです、そうですけど、間違えましたけど、じゃあランキングスタート。ドゥル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 ピン。私から、私のドラマはやっぱり1リットルの涙です。で、あのやっぱ麻生くんにハマりましてね、あの時は。麻生くんのセリフがあるんですよ。お前らずるいよっていう時に眉毛がこうなるんですよ。それのモノマネをよくしてましたね。納得？うん、声がちっちゃいんであんま聞こえてないけど、あんま見てなかったって言ってます。ありえないですね。高校の時っけ、一流っていうのが高校です。で、あとはあなたの番です。私はドクターっていうドラマありましたよね。それあなたの番ですね。うん、はい。ん？ドクターこと診療所、うんうん、あー、君というの国の手でしょ。銀のね。ん？銀の竜ね。銀の竜の手にの手でしょ。背にの手。背にの手ね。全部違うけど。柴崎コウネさんね。あと、まあ、映画版と両方あったけど、やっぱ私セカチュウですね。もう長澤まさみやばい、うん、私モノマネできます。なんだったっけ。忘れた。今ちょっと髪型長澤まさみっぽいね。意識してる？意識してるない。じゃあちょっとやりますね。よくやってたので、カセットテープを、あのじゃない、ウォークマンをもらったんですけど、ウォークマンがあのなんだっけ、ウォークマンをサクが嘘をついて、あの応募するの、応募しちゃうんですね。でそれでしちゃうんやけど、ラジオのね。ラジオのね。で、アキがもらったけど怒るってやつ。そういう嘘をつくのは良くないと思うみたいな。ちょっと思い出せない。忘れてる。かなり。でも言い方合ってる。そういう嘘をつくのは良くないと思うっていう感じ。分かる。もうちょっと言えたはずなのにね。うん。病気の人の気持ち考えたことある？練習しときますね。じゃあ次どうぞ。次、そもそも世代どういうランキングになってないよね。ランキングっていうか、交代番号でいうランキング。あ、な、好きだったドラマね。うん、ウォーターボーイズ2。あー、市川隼人。市川、なんだよ、ラーメン。市ね。ラーメンかよ。市原隼人ね。一位と
吉原さとみのやつか。吉原さん太郎。知らなすぎだろ。知ってるよ。今ちょっと頭がバグっとるって。そういう感じか。それぐらいかな。他にないの？なんか。まあマイナーなところで言うと白夜行とか。あー、と、やっぱ沢尻エリカブーム来てたんで、太陽の歌。あー、なるほどね、うん、で、歌とかもユイとか。ギター弾けるもんね。太陽の歌だけね、うん、そういうことです。まあ、この人、自分で名前言って、あの、カエルさんって呼んでほしいみたいです。そういうこと、はい、もういいかい？いいよ。じゃあ今日も見てくれるかな。わーお、いいと思う。じゃあ今日もチャンネル登録してくれるかな。いいと思う。グッドボタンいいかな。いいと思う。コメントもありがとう。もらってない。じゃあねー、また来週。